はい、皆さん、こんにちは。あいちゃでしてる。はい、今回はね、紫けいちゃんです。ということで、え今回ねえ、この紫のシャツはちょっと久々に着るような、ちょっとね、私の記憶なんですけども、どうですかね。ちょっとね、自分で覚えてないと。もういよいよダメだなって感じですね。もう記憶力が悪くなってるなという感じなんですけど、今日ちょっとね、あのー、外がですね、あのー、なんかちょっとね、雨というかですね、急にちょっと夕方は涼しくなったので、でね、こんなちょっとね、わあの、 長袖のね、ワイシャツを,を着てですね、この動画を撮ろうかなと思った次第です。別に私の気持ちが、えー、紫色っていうわけではないんですけどもね、まあちょっとそこら辺はいいんですけども、まあ相変わらずどうでもいい話なんですけども、はい、えー、今回のね、話なんですけども、あの、私もね、ここ2、3日前ぐらいにもね、ちょっとね、えー、ね動画配信させてもらったんですけども、例のね、 野の宮の本ですね。野宮の本もしくは野宮様の本ですね。野宮様というのは,は1998年でしたが、今から二十数年前に、ね、発刊されたもので、えーでですね、私も、ねえー、と数日前にこの野宮様のです、ね、以前発刊された、発売されたです、ね、本に関しては、実はカスタマーレビュー、例の Amazon のです、ね、カスタマーレビューがこんな下がってますよということをお伝えさせてもらったんですけども、 いやいや、またあれからね、ちょっとね、下がりまして、今現在がね、評価がね、1.4なんですねえ。ちなみにこんな感じなんですね。いつもお見せしてる。これはあの、アマゾンのね、サイトに行くと、もう誰でも見れるんですけども、レビューがですね、ずーっと下がって、今現在1.4になっちゃいましたよ、みたいなね、感じなんですけども。でね、あの、前にね、私ね、やっぱりね、この動画を配信した時前に、ね、前のね、以前の動画を配信した時に、 ちょうどですね、私が動画を配信してから、このね、様がついたですね、以前の、えー、もう20年前のね、本なんですけどもそれ、そちらのレビューがね、バババーっと増えたんですね。で、それがね、6月の確か4日ぐらいで、私、あの、その後にですね、2、3日経って、確かね、6月の6日だと思うんですけども、えー、実はそのレビューがね、1.7に落ちましたよ、なんちゅうですね、えー、実際の動画も上げたんですけども、 ちょうどね、先ほど調べて、まあ、レビュー自体をね、評価自体は、ここにちょっとお見せしているように1.4に下がってるんですけど、ちょっとその下がった中身ですね、中身を見てみると、どうもですね、やっぱりこの6月に入ってから急にバババーっとですね、評価1位のレビューがですね、いっぱい入ってるんですね。で、 まああのー、私の動私がこのね動画を出したからということではないというふうに思いたいんですけども、まあ多少なりともね、えー、前回もレビューが下がりましたよっていうようなことを受けてですね、多少なりともね、こちらの古い本の方のカスタマーレビューに書き込んだ方もいるかなっていう感じはするんですけども、まあいずれにしてもね、 あのー、まあ、こういったような国民の真摯な行為があるんですよっていうようなことを、まあ、実際のね、このカスタマーレビューには、今現在ね、その特に古い本に関してはですね、様がついてる方ですね、に関しては、具体的に表記されてるんじゃないかなっていう気がいたします。でね、逆にですね、その最近というか、つい先日のその様がついてない方ですね、 A の宮の方に関してはですね、ぐ <laughs>、だん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 レビューが上がってきてね、今現在2.9なんですよ。あの、1時やっぱり1.5まで下がったんだけど、あの、結局その Amazon 側のですね、いろいろレビューの調整とかが入ったようですよね。入って、えー、具体的に言うとそのレビューの1がついたですね、どちらかというと辛辣な、えー、そのレビューというかですね、それが削除されて、で、えー 実際のレビュー後というですね、どう考えても、あえて言っちゃうけど、桜なんじゃないのみたいな、そういったようなね、レビューが残ってですね、今現在、だん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 上がってきてですね、2.9まで上がってるっていう状況なんですね。非常にね、全く真逆の動き方をしてるんですね。でね、 あの、私もちょっとね、これに、今申し上げることは、あの、私もね、ちょっと審議がわからないんですけど、私のですね、えー、その、以前の動画をご覧になってくださったですね、 方がですねやっぱりコメント欄で教えてもらったんですけども実はねその様がない方新しい方のね本を購入してですね実際にその購読したということでレビューを書き込んだらしいんですけども、まあ、やっぱりねあ,のある程度低いレビューだったと思うんですけどもそれがねなぜかそれが消されてで全く同じコメントがねその様が入ってる方ですねその二十数年前の本の 方にレビューがなんかっってるってるいうようよな、ね、ことまあそれもねあのえ正直申し上げてですねまあそういった私もコメントを受けてですねえそんなことあるんだと思ってですねまあこれもちょっとね本当なのかどうか私もちょっと真偽は、えー、そこまでね <laughs> そこまでコメントのレビューまでね、えー、実際にね調べてないんで分からないんですけどもただね、えー、ご視聴者の方はねそういったような方もいらっしゃいましたね。 最近のこの、ね「この様」がついてない方にコメントを入れたらそれが削除されて全く同じコメントが以前のね二十数年前の「様」がついてる方のレビューのコメントに入ってた。だからあの今現在ですねその「様」がついてる方の二十数年前の本もねレビューがどんどん下がって先ほどお見せしたですね今現在1.4になってる。 っていうようなことがなんかね、起きてるのかもしれないですね。まあ、だとすればね、これはどう考えても、その、アマゾンの方でですね、何かしらのその調整をしているんじゃないかなとかね。でもやっぱりもし本当に、もしね、もしそんなようなことが起きているようであればですね、その最近の、えー、つい先日ですね、その、 発刊されたその様がついていない方ですね。A の宮のその本のね、レビューをどうしてもやっぱりね、あげたいのかなとかね、そんなような力が入ってるのかな、みたいなね、どこぞから、どこぞからですね、なんかそういうような力が働いてるんじゃないの、なんちゅうですね、そういったようなことをね、思わざるを得ないというかですね、まあ、 これもね、私のすいませんあ,のあ,くあくまでもね私が思うところですけどもそういったようなこともねなきにしもあらずなのかなとかね考えちゃいますよねまあたまたまねそういうようなねあの私のご視聴者の方からそういうようなことがあったというね えことだったんで、ちょっとね、あの本当なのかどうかっていうちょっとね、私も、ただ私はやっぱりね、そういったコメントをいただく、コメントいただくんで、私はそのご視聴者の方がね、言われてることを信じたいんですけども、ただ、あの、申し訳ないんですけども、本当にそれがね、えー、どうなのかっていうのは、ちょっと私も、えー、実際のコメントをね、えー、見てるわけじゃないので、ちょっと何とも言えないんですけどね、ただ私としてはやっぱりそのご視聴者が言われてることを信じたいですよね。 やっぱり、ね、そういったような私のこの動画をご覧になってくださってですねであの何回もねそういったような形でいつもそういったコメントをいただくんで私としてはやっぱりそのコメントをいただいてるねご視聴者の方が言われてることを信じたいですよ絶対ねなので、えー、そういったようなことももしねあるとしたらうーんまあねこのカスタマーレビューの欄はあくまでね、えー、Amazon が ポータルのサイトとして立ち上げてるサイトなんでね、まあどういうようなね、ことをしても文句は言え,は言えませんけどね。ただねそう、もしそういったようなことをね、アマゾンがやってるとすれば、まあ何らかのね、力がね、加わってるんじゃないのみたいに考えざるを得ないね。というようなことそれもたまたまね、そのコメントいただいたご視聴者の方からちょっといただいたんでね、ちょっと気になってる部分です。ちょっとわかんないけどね、これはね。 まあ、あのそういったようなことで、でね、一つね、もう一つ言えることは、そのえー、実際のですね、様がついてない、最近のですね様がついてない英宮の本に関しては、ですねやっぱり6月以降のコメントで入ってるのはレビュー5ばっかしなんですよ。レビュー5、なんかね、どう考えても桜じゃないのみたいなね、えー、そのレビューは6月以降入ってるんだけど、6月以降ね、そのレビュー1が入ってるようなコメントがほとんどないんですよね。 でたまちょっとね、そのね、えー飲みの,の方ですね、えーの宮の方の、えー、今現在2.9なんですけども、それのね、6月以降入ってる、えー、カスタマーレビューとしてらね、えー、例えばね、この <laughs> 星4つとか星5つで入ってるんだけど、えー、例えば、えーの宮様も人の親でしたとかね、世間からは批判が多いですが、私はえーの宮家好きですとかね。 まあそうっいったなコメントが入ってるんですよ。入ってるんですよ。これがね、6月のやっぱり、ね、10日過ぎに入ってるんですけどね。えー、それとかね、これレビュー4でね一般人の、一般人のように自由がなくかわいそうに思ったとかね、皇室の知らない部分が分かった、分かってよかったですとかね。まあこうっいったなレビュー4とかレビュー5とかっていうのが6月以降はね、この A の宮の様がついてない方は入ってるんですね。や 方やですね、あの、この1.4に下がっちゃった様がついている、以前の本ですね。これに関してはね、その6月、えー、以降、特にですね、6月4日以降、6月6日以降ぐらいに、いっぱいですね、そのレビュー1のね、コメントが入ってます。えー、ね、要は、まあちょっとは全部言みませんけどね、国民税金がどうのこうのとかですね、えー、それこそね、レビューの内容で、 あの例えば篠原さんとあずみさんがですね具体的に言われていた YouTube の動画によるとブラブラブラみたいなね <laughs> そんなような感じでだからこういうようなねあのレビューね多分あの私も具体的に自分で書き込んでませんけどねあのこうやってね特にその二十数年前のね様がついてる方に関してこうやってレビューを入れてる方はですねこれはあもうやっぱりねすいません私の想像ですけどもあの決してその本当にねこう 購入された、されて、購読をして、このレビューを入れてらっしゃるのかどうかっていうのはちょっとね、なんとも言えないね、感じで、どちらかというとですね、このカスタマー、アマゾンのカスタマーレビューの様がついてるね、以前の本のこのレビューに関しては、どちらかというと、今現在のその国民の方々のですね、代弁じゃありませんけども、今現在このノのア えー、けというかですね、えのみはご夫妻に対する、えー、これどうなのっていうね、まあ、それこそ批判的なことを、なんかこのカスタマーレビューのサイトを使って書き込んでるっていうようなね、感じじゃないかなっていう感じがするんですね。うん、まあ、あの、どちらかというと、そういう点で言うと、この本のレビュー云々よりも、 どちらかというと、その A の宮家に対するね、今現在の批判の矛先がこっちに向かいちゃってるのかなということで、まあ、これはこれでちょっとね、どうかなっていう気はするんですけども、ただね、あの、やっぱり言えることは、さっきね、申し上げましたように、様がついてないね、最近の本に関しては、6月以降、全然ね、レビュー1とかね、2とかっていうのは入ってない。入ってるのは、さっきちょっと紹介したようなですね、レビュー4とか5しか出てきてないんですね。 で、その代わりに、その様が入っている二十数年前の本に関しては、6月以降はレビュー一ばっかしいみたいな感じなんですよね。だからちょっとね、そういった点で言うと、まあ、そこの、今回の、まあ、今現在のこのね、えー、カスタマーレビュー、アマゾンのカスタマーレビューに関しては、この本の内容云々よりもどちらかというと、今現在のその、 えー、そのあるねお家に対して国民の方が本当にどういうようなお気持ちでいるかというような代弁のね大便のためのそのサイトのなっちゃってるっていうような感じがまあまあ,あの現状かなっていう気がいたしますねえー、というようなことで、えーまあ、今回ねちょっとまたいろいろつらつらお話ししましたけどもどうもねこのねアマゾンのカスタマーレビューねいまだにねいろんなねその調整が入ってるように見えちゃいますねえー、ということで まあもしですね、私のこの動画をね、えー、ご覧になっている方でですね、えー、もしかしたらこのカスタマーレビューにね、お書きになっている方も、もしかしたら一人二人いらっしゃるかもしれないですね。もしそういうような方がいたらですね、またコメント等で教えていただければ嬉しいですという感じです。はい、えー、今回もご視聴いただきましてありがとうございました。いずれにしてもですね、今現在、今現在なんですけども、えー、様が入ってない最近の、ね、本に関しては2.9まで上がってる。 で、様が入っている二十数年前の本に関しては、えー、1.4まで下がっているというような、全く今現在真逆の動き方をしてます。どう考えてもこの動き、何かしらの調整が入っているとしか思えないような動きをしてます。っていうことを、まあそれだけね、ちょっとお伝えさせていただきました。今回もありがとうございました。それではまた、バイバイ。